こんにちは、速稼塾の久保です。さあ、人の精神力って鍛えられるもんなんですかね。努力や根性っていうのは最初から持ち得るものなんでしょうか。それとも後天的に何らかの経験や学習によって鍛え上げることができるんでしょうか。これにはまあ様々な説があるんですけども、私はですね、よく言われるんですけども、人の性格ってそんなに簡単に変わらないよとかね、人は変わることができないよというふうに言います。そう思う方はそうなんでしょうね、きっとね。でも私はね、まるで別人にたった一日でなることもできると思いますし、自分の別の人格を作り上げることもできると思うんですよ。じゃなきゃ役者なんてやってられないですよね。例えばね、木村拓哉さんっていう私と同年代のスマップの、あの例のね、有名人、俳優さんがいらっしゃいます。もともとはアイドルから出発したと思いますけども、立派な俳優さんですよね。彼はね、こんなこと言ってたんですよ。俺は木村拓哉、キムタクっていう人間がどっかにいるんだなと思って生きてるんだっていうふうに言ってました。まあ、それ以上はちょっと語らなかったんで、私が推測するんですけども、多分木村拓哉さんは人生のほとんどをタレント俳優木村拓哉として生きていかなくちゃいけないんですよね。そこにはかっこ悪いことはできないとか、恥ずかしいことはできないとか、世間の言っている木村拓哉、キムタクっていうものの幻想がいつもそこに張り付いてると思うんですよ。そう考えると木村拓哉を一生演じるんだろうなと思ってるんですよね。あともう一つね、共通点として、年収1億円の白崎仁というね、カリスマホストがいるんですよ。歌舞伎町カリスマホストナンバーワン、白崎仁というかね、ものすごく有名で、今はもう引退されて、別の生き方、料理研究家かなんかされてるんですけども、彼もね、こう言ってます。白崎仁という名前は俺の芸名なんだけど、源氏名なんだけど、もうね、本名で生きたりとか、もともとの俺ってものはほとんどないんだと。それは店を離れても白崎仁っていうふうにみんなは見てるから、俺は白崎仁っていう生き方をしてるんだよと。言ってみれば9割ぐらいは俺は白崎仁を演じながら生きて死ぬんだよっていうふうに言ってたんですよ。で、まさにここなんじゃないですかね。で、私は自分自身を、その久保哲郎っていう人間ね、隠居速稼塾の久保哲郎という人間として生きることを選んでるんですよ。となるとですね、じゃあ私がですね、暗くてつまらない人間を誰も期待してないと、で、人の期待に応えるってことではないんですけども、私も求める自分の像があるわけですよね。じゃあそれを探りながら、いろんな動画発信でレスポンスを浴びながら自分に気づいていく日々なんですよ。ただそれだけなんですよ。なんかね、精神力を鍛えようとかなんとかっての全然思ってなくて、ただ精神力はかなりあるんではないかなという気はしますよね。かなりあると思うから余計に、いやいや、これは幻想だ、作り上げていかないと、精神力は支えていかないとポキンと折れてしまうんだってことでね、葛藤もありますけども、まあただね、精神力が鍛えられるかどうかってことなんですけども、これは鍛えうることはできるんじゃないですかね。で、その精神力を鍛えるときに、その過程で、知名度を何度も浴びるということはあると思うんですよ。ただそれを知名度と感じないからこそ、精神力が鍛えられていくのかなと思うんですよね。具体的に精神を鍛える方法っていうのは今のところ見つかったことはないですけども、そうですね、心技体っていう言葉が日本の武道にありますけども、ここに何かのヒントがあるんじゃないかなっていうふうにミスターMさんから聞いたことがありますね。心技体、一番最初に心があると、そして技をつけて体ができるっていうことですよね。まあそうなんだろうなと思うんですよね。まあいろいろとお話しましたけども、精神力は鍛えることができると思いますけども、そもそも精神力を鍛えないといけない人っていうのもすでに二流なんだろうなと思うんですよね。生まれてからこの方、精神力がもうすでにあると。だからそこを何とかするんではなくて、自分のものの見方をね、どんどん変えていくってことで、現象は一つ、解釈は無限、その解釈すら、自分の解釈すら否定して違う見方はないかなって常に探し続けることがきっとですね、精神力につながっていくんではないかなと思うんですね。で、精神力の弱い人はどういうことかっていうと、過去にこだわるんですよね。今まで自分はこうだったからとか、昔はこんなことをしてそれがトラウマになって今の自分の精神を引っ張ってるんだね、そういうふうに考えちゃいます。関係ないんですよ。今日起きたら、今日からストーリーが始まり、昨日までは思い出す必要もないぐらいどうでもいいことなんですよね。だからそこじゃないかなと思いますよね。私が言えるのは、精神力が弱い人っていうのは、それまでの過去の自分にこだわり、これはドラッカーでもあるんですけどね、自分の今の精神力が弱いこととか優柔不断なことを過去のせいにしてるんですよ。
だから過去を全く持たなければ全く未知の領域、今日から生まれた自分だと思ったら精神力強い弱いとかね、あんまり関係なく、ただ目の前にあることに興味を持って進むだけだと思うんですよ。そしてもう一つプラスアルファするとしたら、今日のまとめをするとしたらですね、自分はこうなることがもう決まっているんだっていうふうに考えることですよね。だから今どんなことがあっても、今どんなダメージを受けても、それはプロセスなんですよ、ね、花屋龍馬さんが自己破産をしたのかもしれませんけども、その自己破産は今日に至るための必要経費ですよ、だからね、こう考えたらいいと思います。自己破産という必要経費ですら二束三文だったと。だから自分はどこまでね、でかい人間になるんだろうというふうに思うわけですよね。はい、あるね、弓のこのね、弓道家はこんなこと言ってました。的に当たってから打つから外れるわけがないというね、なかなか頑蓄のある言葉だなと思うんですけどね。そうなんですよ、花屋龍馬さんもなるべき人間になるわけがもう決まってるんですよ。だから今どんな目にあってもそれはプロセスなんですよね。どんなに右に行こうが左に行こうが落ちぶれようが全然構わないです。そういうことを必要経費として花屋龍馬になっていくということじゃないですかね。そこにつながるのは神の道っていうことじゃないですか。以上ですかね。じゃあまたメッセージください。